ナの考察が本当に面白い。はい、どうもニヤニーです。本日はちょっと久しぶりになってしまいましたが、ニヤニーのワットをやっていきたいなと思います。ここ最近の仮面ライダーリバイス本編はですね、伏線や謎の回収が結構早いように感じるので、このみんなの考察もね、早く拾ってどん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 紹介していかないといけないなと思っております。本日は6個コメントをねピックアップさせていただいておりますので、どんどん見ていこうと思うんですが、ここでニヤニーからのお願い。このニヤニヤチャンネルのアナリティクスのチャンネル登録者数の総再生時間の割合を確認すると、なんと 26% の方がチャンネル登録をして動画を楽しんでいただけてるようなんですが、残りの 74% の方はまだチャンネル登録をせずに見ていただいているということなんですが、そろそろチャンネル登録しちゃいませんか？3月18日現在で6962人の方がチャンネル登録をしてくれている感じなんですけれども、もう7000人目前ということもあるので、ぜひぜぜぜぜひこの機会にチャンネル登録をよろしくお願いします。今スマホをね縦にして見てくれてるなら、この辺りかな、チャンネル登録ボタンをポチッと押しちゃってください。ついでにベルマークもオンにしてくれてたら非常に嬉しいです。ということで、お待たせしました、本題に入っていきましょう。まずはこちらのコメントからです。 M さんからのコメント。私はあえて赤い視聴官善人説というのを唱えてみたいと思います。例えるならウィザードの不益のような悲劇の悪役ポジションなのではないかと思うのです。基本的にはこの作品の怪しいキャラは第一印象と真逆の内面があることが多いので、ギフの力で亡くした家族を復活させるとか、誰も思わないようなどんでん返しがある気がします。赤石善人説、これぞ考察予想の楽しみ方の一つですよね。誰かとは逆、みんなとは逆の発想で探っていく、逆の発想でね、矛盾がないように探っていって、ほんまに矛盾がなかったり新しい発見とかあったらね、これめちゃくちゃ楽しいんですよね。確かにこのリバイスのシリーズは第一印象と真逆な内面を持ち合わせてるキャラ、持ち合わせていそうなキャラって多いように感じますよね。この現段階でめちゃくちゃヒールな感じの赤い視聴官が善人だった、赤い視聴官なりに抱えているもの、正義があったとなれば、それもまた熱いでございますよね。では次行きましょう。洗顔の乱さんからのコメント。この考察を聞いて、アギレラはノアの研究で赤子でありながらギフの細胞を移植され健康に育った成功例なのかなと思いました。ノアは成人男性に移植できるのなら老人や女性、子供にも実験したいと考えるのではないでしょうか。ギフの細胞を移植されうまく育たなかったオア、悪魔を生み出してしまったものが失敗作としてベイルに処理されていたとか。特に子供に直接移植するのは難しくて、アギレラが当時唯一の成功例だった。その当時ちょうどノアが壊滅する事態になり、一部の人間がギフの棺と赤子のアギレラを混乱に乗じて奪い、神格化させデッドマンズを作った。当時のノアが所有していたのはマスミが研究していたプロトバイスタンプだったため、今もデッドマンズはプロトを使っている。アギレラはギフの遺伝子をすでに入手しているため、ギフの子供になれても花嫁にはなれない。もともとノアの研究者とかだった赤石は経緯を全て知っていて、すでにギフの遺伝子に抗体のあるアギレラをよりしろにギフを復活させようとし、オルテカラを利用した。成人男性の成功者は順平、子供で初の成功者がアギレラ。まあこれもほんまに成人男性に移植が成功したのであれば、次は老人、子供となるのは結構まあ自然な流れですよね。そして次もアギレラ様に関する考察なんですけれども、こちらです。ミクルナさんからのコメント。ニヤ兄さんの双子説、今回は本当にありそうですね。でも私の個人的な見解では、サクラとアギレラの関係はノアで作られた悪魔の成功例ではないかと思います。サクラの方が悪魔の成功作で、アギレラはサクラが体にバイスタンプを押して出てきた悪魔なのかと。カゲロウが大事を出せたので、悪魔がスタンプを体に押しても OK ということが証明されましたし、ノアで作られた悪魔ならベイルが必要に狙うのも
理解できます。またパパさんママさんが自分の子として育てようと考えててもおかしくありません。じゃあラブコフはどうなるかと言われると、さくらの初変身の時に私の弱さがその子なのと言っていたので、悪魔が生まれていたというより悪魔であるさくらの弱さが分離しただけと考えると、ラブコフが悪魔っていうのも納得できますし、理屈も通るはずです。カゲロウやバイスと違い、ラブコフが言葉をスラスラ喋れないのも悪魔本体はさくらなのだからと考えると納得できました。ニア兄さんどうでしょうこの説。このね、最後にどうでしょうこの説って、俺に問いかけてくるのずるくない？取り上げるしかねえじゃん。これね、面白いですよね。まさかのアギレラ様がさくらの悪魔ではなくて、さくらが悪魔説。これね、ちょっとね、発想は面白いんですけど、よくよく考えると、このミルクナさん、ミクルナさんの説明だと、さくらは悪魔。悪魔が表の状態でバイスタンプを体に押し、出てきたのが本体となる人間のアギレラではなくて、これもまた悪魔であるアギレラってことを言ってるんですよね。この、ミクルナさんの考えだと、一体じゃあ本体は誰になるんだろうっていうね、考察にはなってくるんですけど、ここでの登場人物はサクラ、アギレラ、ラブコフ、全部悪魔ってことになるので、この考察はね、もっと練りまくったらさらに面白くなりそうな気がしております。いやー、みんなの考察本当にね、楽しいですよね。ほんまにもうみんながこう仮面ライダーリバイスの考察をね、楽しんでるなっていうのがね、感じるので、やっぱこのコメントをね、ピックアップして読むのって楽しいですよね。では次行きましょう。ヘベサムさんからのコメント。最終回直前でカゲロウがちゃっかり復活して、大事お前弱くなったんじゃねえか、大事余計なお世話だからの仮面ライダーリブデビル出ないかな。これもいいですよね。この最終回直前でカゲロウ復活はありそうな気がしてるんですよね。それがですね、このカゲロウの名前の由来はこっちのカゲロウなのかこっちのカゲロウなのか不明ではあるんですけども、こっちのカゲロウであれば、このカゲロウって現象はですね、地表が湿ってて気温がぐんぐん上昇するときに発生しやすい現象みたいなんですよね。なので、まあ最終回直前はそう8月なんですよね。この現象が最も起こりやすい時期でもあるんですよ。でこっちのカゲロウだとしても、夏に多くのカゲロウが飛ぶ姿を見られるようなんですけど、一番まあいい時期とされているのが秋とされているので、カゲロウであっても見頃は夏の終わり、秋の初めということで、8月の終わりか9月の頭頃に最終回を迎えるであろう仮面ライダーリバイスの最終回直前でのカゲロウ復活っていうのはね、めちゃくちゃおしゃれな演出になってきそうですよね。いやー、これね、めちゃくちゃ再登場が楽しみになっちゃいますよね。いつ頃カゲロウが復活するのか、まあしないのかもしれないですけども、どの時期に復活するのか楽しみに待ちましょう。では次です。アペインロンさんからのコメント。ちなみにアギレラの唾液混じりの粘着質な流血がたまらんですね。おまわりさん、ここに変態がいます。はい、次。ズオーマつかささんからのコメント。今後はアギレラ様も仮面ライダー女神に変身あると思うよ。可愛すぎし。ヒロミさんも改造手術で仮面ライダーセンチュリー R に変身あるかもよ。この人ね、ずっと仮面ライダー女神に変身あると思うよってコメントをね、くれてるんですよね。もうね、怖いぐらい同じようなコメントをくれてる方で、このね、仮面ライダー女神って、なんかね、ちょっとなんかダサい感じがして、僕はないかなと思ってるんですけど、もしあるのであれば、仮面ライダーリバイスにおいてのネーミングで考えると、仮面ライダーゴデスか仮面ライダーゴッデスならありそうな気がしてるんですよね。っていうのが、この仮面ライダーで、この仮面ライダーリバイスで言うと、こうリバイとバイス、ライブとエビルみたいな感じで、こう、つながりがある名前が多いんですけど、なのでこれやったら、例えば仮面ライダーゴッド
と仮面ライダーですが合体して仮面ライダー5ですになるとかの方がね、まだありえそうやなというふうに思いましたね。ということで今回はこれで以上なんですけれども、やっぱりみんなの考察見るのって楽しいですね。いつもね、いただいているコメントは通知が来るたびにしっかり見せていただいております。皆さんいつもね、たくさんのコメント本当にありがとうございます。本当にこの活動の励みになっております。これからもたくさんのコメントを残していっていただければなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。ほな。本日の動画はいかがだったでしょうか。楽しんでいただけましたか。ああそうですか、よかったです。ということでですね、まだ高評価を押していない方はぜひ高評価を押していただいて、チャンネル登録もよろしくお願いします。また明日も楽しんでいきましょう。それではバイバイ。